準備はいいか？今日はサウマラダ発杯の一番大事な日だぜ。ハニヤンを倒してあいつの考えを改めさせるんだ。そしてカウトリアの計画を打ち砕こうぜ。観客、そして選手の皆様、数々の激戦を経ていよいよサウマラダ発杯の決戦が始まります。テイマーのハニヤーが旅人との勝負を決める時です。勝者が最終テストに合格すれば、私の全財産を受け取るとともに大会を継続して行う責任を担うことになります。そして全テイワットに平和のあるべき道を引き続き宣伝してくれることでしょう。今日はカウトリアがいないみたいだ。チャンスだぜ。決戦と最終テストの後はまずエルヒンゲンを説得して、それからカウトリアと直接話し合おうぜ。ミコニ・レイラ、お前らも来てくれたのか。やはりな。せっかちな学術狂いもついに主人公一行に正体を現しよったか。ナンジラの推測は真実に近いところにあったんじゃな。しばらくは教令院には伝えないでおくというのも慎み深い判断じゃった。何せカウトリアか、あるいは他の者が切り札を残しておるかもしれんからの。まあ今の状況じゃ気を抜くに抜けないぜ。あの最強と呼ばれるハニヤーと対戦することになった上、エルヒンゲンの最終テストが何かもまだわからないんだからな。それにハニヤーを説得する方法だって。何、答えは明白じゃろ。わらわたちのキノコンたちを連れてハニヤーをあっさりと倒し、あやつの態度を改めてから真実を投げ込めばよい。あなたたちならきっとハニヤーさんを正しい道に戻せるって信じてるよ。よっしゃ、ポカポカ B に天然ヨーヨー術、それに百乱射だ。一番よく知る仲間たちと肩を並べて戦うぞ。みんなの力を結集したのが今のオイラたちだ。だから絶対負けないぜ。
ようやくこの日が来たわね、旅人パイモン。忠告したはずよ、キノコに余計な感情を抱かず駒として指示を与えるようにと。でも君たちは何の変わりもないよね。だからこの対戦を何の心配もなく終わらせられるわ。そうだ、オイラたちとポコポコビーに、それから他の仲間たちとの連携は絶対負けないからな。はあ、分かったわ。それじゃその軟弱な戦い方と本物のテイマーの戦い方の差を見せてあげる。炎一、
してこうなったの？炎一、どうして全力で戦わないのよ！炎一を責めるなよ。それにお前も無理するな、ハニヤ。準決勝の時、お前は炎一が傷を負うのを見てためらっただろ。お前はオイラたちとミコ以外で自分と対等に戦える相手に出会ったことがなかったんじゃないか。炎一と他の仲間を苦戦させたこともない。そして炎一と仲間たちが傷を負うのを見るとやっぱり心が痛むんだ。無理する。今さらヒノコンが傷を負った程度で心が動くとでも？ハニヤ、お前は怖い物語を聞かされて育った。キノコンのことを警戒するのも十分わかる。だけどぼやけた印象だけで目の前の仲間を凶悪な敵にしちゃうなんて。なあ、時間が経つほど自分をごまかせなくなってるんじゃないか。オイラたちもよく凶暴なキノコンを討伐してた。ついこの間まではキノコンを純粋な魔物として扱ってたんだ。参戦目的だって最初はキノコンの暴走を防ぐことだった。でもポコポコビーニーに出会って気づいたんだ。努力をやめずに本当の気持ちで温和なキノコンと向き合えばこいつらも答えてくれる。オイラたちと仲良く交流してくれるってな。少なくともこいつらみたいに温和なキノコンはお前の仲間であってコマや敵なんかじゃないぞ。オイラたち、お前に炎一や他のキノコンを信じてほしいんだ。黙って、まだ対戦中よ。もう優勝者面で私に説教する気？一番重要な一歩を踏み出せていないっていうのに失敗したわ。結局君たちは最大の変数になったってことね。でもそんな幼稚な考えでどうして私に勝てたわけ？ハニヤ、オイラたちが勝ったんだから約束通り話を聞いてくれるよな。でも話は一旦後にしたいんだ。まずは炎一に
最終テストまでついてきてもらえないか。炎一、この子を連れていくの？ああ、ポコポコビーニーと天天ヨーヨージュ、百雷シャラ、それとお前の炎一、みんなのキノコンの力を合わせて最終テストを通過するんだ。あの日お前と会話してノートを手に入れた後、オイラたちいろいろと考えたんだ。キノコンの安全性についてだけどさ、確かにお前の考えも一理ある。 H 宝珠は人の健康に影響を及ぼすし、大会は過度に宣伝すべきじゃない。キノコンと人間の近くでは暮らすべきじゃないと思う。でも H 宝珠を改良しながらキノコンと交流を深めて温和なキノコンを見出していけば、この群れと少しずつ仲良くなることは可能なはずだ。好きにすればいいわ。私はどうせ負けたし、敗者が頑固に言い張る資格なんかないもの。炎一味、いつも自分のことを思いやってくれる主が欲しいでしょ。ハニヤ、しっかりしろ。仲間の心にいる自分の位置を見誤るなよ。最終テストに合格したらもっと大事な話があるんだからな。そうだぞ、当時何が起きたか分かればお前も考え直すかもしれない。素晴らしい、実に素晴らしい対戦でした。観点の対決も誠に感慨深い。エルヒンゲン、なんで会場に入ってきたんだ？もちろん両者の最終決戦、そして優勝者の最終テストでの姿を見届けるためです。大会にとってこれは歴史的な時、欠席するわけにはいかないでしょ。さあいらっしゃい、旅人とパイモン、私にあなたたちの意思を証明してみてください。あなたたちならきっとこの大会を昇華させる鍵になれる。どういうことだ、ファデュイがあちこちいるぞ。エルヒンゲン、会場に悪者が侵入してるぞ。早く逃げろ、オイラたちが相手するから。って待てよ、出口はどこだ？さすがは旅人、察しがよろしい。さ、このような窮地にも対応する策はありますか？オイラ、よくわからないぞ。今は最終テストじゃなかったのか？この幕はカウトリアじゃなかったのか？やつはこの大会で成果を出すためにお前のお金を騙し取ったんじゃ。真相まであと一歩というところです。カウトリアの動機は確かにおっしゃる通りだ。彼の発掘した失われた技術は素晴らしい力を秘めています。だから彼を買ってこの大会を計画し、この技術の影響力を広げようとしているのです。まあ、あなたのような価値の高い目標が自ら釣り針にかかるとは思ってもみませんでしたが。つまりお前は初めからカウトリアに騙されてないし、それどころかカウトリアを利用したのか。お前もともとファデュイの悪者だったんだな。くぃ、ムカつくぜ。お前に気をつけろって言ってやろうとしてたのに。ポカポカビーニー、こいつを殴るぞ。気迫は素晴らしいですが、自信に満ち溢れすぎたようですね。カウトリアは H 宝珠に裏コマンドを追加したのですよ。私がこのコマンドを実行すれば、宝珠にコントロールされた全てのキノコンは私の言いなりになります。まさか大会を大々的に宣伝することで人々にキノコンをたくさん捕まえさせて、それを乗っ取って悪事を働こうとしてるのか。
鋭い勘ですね。とてもいいですよ。大会をもっと広げれば、民間に膨大な数のキノコン部隊が出来上がる。スメールで混乱を引き起こすチャンスを作ってくれるでしょう。私が同僚の手に負えないようなことを成し遂げれば、私の敬愛する主、あなたたちのせいでここを去ったドットーレ様も、私にまだ価値があると再認識してくれるはずだ。今、私はもっとうまくやれます。あなたたちを排除できれば、長官や多くの同僚の汚名を晴らし、最も偉大な功績で組織に貢献できる。ドットーレ様も私を最重視してくれる。あなたたちの死は事故として喧伝しましょう。キノコンのことを信じすぎて限界を突破しようとした結果、会場が崩れて遭難してしまった。そしてこの秘境を封鎖して、あなたたちに起こったことを誰にも知らせずにおくのです。もちろん教令員に対してはカウトリアに全責任と罪を背負ってもらいます。その後はあなたたちへの追悼を名目に、さらに多くのモラを投入し、宣伝に力を入れ、大会をもっと頻繁に開催して。お前なんで平気な顔してデタラメを言えるんだ。それに仲間を裏切るって卑怯すぎるぞ。ひい、お前の話を聞いてすっごくムカムカしてきたぞ。絶対お前の思い通りになんかさせるもんか。でもどうしよう、お前は今武器を持ってないし、他のキノコンの仲間も言うことを聞いてくれないぞ。焦って動く必要はありませんよ。キノコン対キノコン、そして戦士対戦士、旅人の仲間たちが倒され、信念が崩れ落ちたその時、とどめを刺してあげればいいのですから。私たちのこれまでのやり方は綺麗とは言えませんでした。ですから少なくとも礼を欠かず、敬意を払って旅人をお送りしましょう。そのプカプカ水キノコ、裏コマンドを3回も発動したのに、どうしてまだ旅人の指示を受けているんです。カウトリアの装置が壊れたか。ほう、まだ気づけておらんようじゃな。 H 宝珠の技術は確かにキノコンをテイマーの命令に従わせられる。じゃがそれはあくまでも奴らの本能を抑え、生物としてのキノコンとテイマーとの交流を深めたに過ぎぬ。この4体のキノコンはテイマーを認めておる。奴らの間の感情と絆はとっくに H 宝珠の影響を凌駕しているんじゃが。八重美子、あなた秘境封印の術法を解除できたのですか。粗末な模倣品でわらわを阻むつもりとは。どうやら甘く見られておるようじゃな。寄せ集めの裏コマンドが本当に何の弱点もあらわにしてないとでも思うたか。面倒な。ミコにレイラ、ハニアも来たのか。エルヒンゲ、君が首謀者だったのね。キノコンよりも君の野心の方がもっと許せないわ。八重お姉さん、早く手伝いに行こう。焦るでないぞレイラちゃん。こういう時はちゃんと見届けるんじゃ。仲間の絆というものは世俗的な陰謀や技術に破壊されたりはせぬものよ。百雷シャラ、まだ任務をやり遂げてないじゃろう。ここで屈服してどうする。
しかして今が八重お姉さんの言うタイミングなの？天天ヨーヨー獣信じてるよ。あの嘘つきを倒そう。キノコンの仲間たちが裏コマンドで受けてた影響が消えてくぞ。まだためらっておるのか、ハニヤ。怖いか。コマとして使ってきたキノコンが常に汝を信じておること、そして今まで避けてきた感情を今直視せざるを得んのが。でも汝のキノコンは待ちくたびれておるようじゃぞ。 H4 時のコントロールから逃れた後もずっと汝の命令を待っておる。ほのうち、君は本当に私を待ってるの？ごめんね、ずっと厳しくしてきたのに。まだ私を信じてくれていたのね。さあ、やるべきことをやり遂げましょう。なんだかわからないけど、キノコンはみんな目が覚めたみたいだぞ。よっしゃー、エルヒンゲン、この卑怯者め、オイラたちの怒りを受け止める準備はできたか？慌てず、秩序を崩さずに迎え撃ちましょう。相手はただのキノコ、私たちはまだ主導権を握っています。サクサク、まずはこれを。群れに負けるなどとありえない。ミコ、どうしてやつを止めないんだよ。うん、わらわは観光客じゃ。スメール領内で誰かを逮捕する権利など持っておらぬ。何時らも同じじゃろ。じゃが安心せ、やつは逃げられぬ。会場に戻ったらおのずとわかろう。よし、深く考えずにさっさと追いかけようぜ。
大マハマトラセノの命により重罪人エルヒンゲンおよび学術犯罪者カウトリアを逮捕しに参った。大マハマトラは前からカウトリアに目をつけていたが、お忙しく相手をする暇がなかった。こうして無事に逮捕できるのは君たちが提供してくれた証拠のおかげだ。大マハマトラからお二人への手紙だ。受け取ってくれ。では犯人はこちらで連れていく。君たちがここにいるなら会場の秩序を心配する必要もないだろう。祝うにはまだ早いですよ。まだ終わってはいません。ドットーレ様のために必ずまた戻ってきます。まだ強がってるのか。牢屋で改心するんだな、ファデュイの嘘つきめ。それにしてもセノの手紙では証拠とか言ってたな。ベスト16の後ミコがいなかったけど通報しに行ってたってことか。うん、なぜそのようにわらわを見る。わらわも悩んでおるんじゃぞ。せっかくの休暇なのにいとまなくいろんなものに見つかって、編集たちを連れてスメールシティを巡っておったら、奇遇にも大マハマトラとばったり会うて雑談しただけじゃ。肝心なのは何時らが集めてきた手がかりじゃぞ。わーい、簡単そうに言うほど背後に何かあるんじゃないかと疑っちゃうぞ。ところで主催側もスポンサーも逮捕されちゃったけど、キノコンとこの大会はどうなるの。ルールはルールじゃ。ワッパたちが優勝し最終テストも通過した。つまりカウトリアとエルヒンゲンの座を奪ったのじゃ。これから大会のすべてはワッパたちのもの。いろんなことを経験してきたワッパたちならば最善の決定を出せるはずじゃ。真相なら狐の人からすでに聞いたわ。私のご先祖様を襲ったキノコンは凶暴化していたって。私のキノコンに対する印象は根底から誤っていて極端すぎたみたいね。え、オイラたちまだ何も言ってないのに。ミコに先を越された。ほう、感謝の気持ちはないものか。落ち込んだハニアを立ち直らせ、ナンジたちの道を応援させるには少しばかり心を動かすものが必要じゃろう。みんなそれ以上言わなくて大丈夫よ。確かに前は意固地になり続けて完全に麻痺するまで自分を欺いていた。でも今こうして真相を見たわ。英知法事がなくても
炎1は私の命令を聞いてくれた。この子はずっと私を信じてくれてた。私の負けよ。君たちの異議と処罰を受け入れるわ。処罰だなんて大げさだぞ。怖い話をしたり炎1に厳しくしただけで、まだ悪いことはしてなかったじゃないか。ちょうどいいぜ。これからどうすればいいのか思いついたぞ。よし、オイラもう完璧だぞ。今すぐみんなにお知らせしようぜ。古墳。こんな舞台で大人数に向けて話すのは初めてだぞ。ちょっと緊張してきた。この度オイラと旅人が運よく優勝者になった上、陰謀を暴けてとっても嬉しいぞ。この大会をよりよく開催する責任はオイラたちが担うことになった。主催側とスポンサーは逮捕されたけど、各出場選手の報酬は予定通り配るから、どうか安心してくれ。やった、これを待ってた。賢明な判断ですね。ただ今の H 宝珠にはまだ欠点がある。周囲の環境に影響を与えて人々に健康上の問題を引き起こしてしまうことがあるんだ。だからキノコンの仲間はまだいつもみんなのそばにいるってわけにはいかない。健康のために各選手はキノコンの仲間としばらく一緒に過ごした後、キノコンを一番頼れるテイマーのハニヤーに預けてほしいんだ。でも仲間と長く離れ離れになることはないぞ。ハニヤーがキノコンたちの面倒を見てくれてる間、オイラたちは教練員に H 宝珠の改良をお願いして、一刻も早くこの問題を解決してみせる。それに今回の大会は面白かった。一回だけじゃつまらないし、みんなももっと対戦したいよな。技術的な問題が解決したらお前たちもキノコンの仲間と再会できるはずだ。その時にはまたみんなで勝負しようぜ。これが私への処罰？準優勝者へのご褒美と言った方が正しそうじゃな。心配しないでハニヤさん、キノコの仲間と仲良くするのは結構幸せなことだよ。あなたもそうでしょ、天天ヨーヨージュ。それでもやっぱりなんだか少し寂しいな。天天ヨーヨージュのことあなたに任せたよ。旅人パイモン、それにレイラ、狐の人、君たちは本当に不思議ね。ハニヤ、みんなの前で宣言しちゃったんだから、お前も元気出すんだぞ。ええ、君たちの言いたいことは聞かなくてもわかるわ。テイマーとしてその依頼を受け入れましょう。最善を尽くしてキノコ、みんなの大切な仲間をちゃんと世話するから。ひひ、もっと早くその表情を出せばよかったのに。それでこそオイラたちが友達になりたい超すごいハニヤーだぜ。じゃあみんなはしばらく自分の仲間と思いっきり遊んでくれ。後でまたオルモスコーで落ち合おう。